Well, thank you so much for coming back to the Vision Program. で、このビデオではこのビジョンプログラムの4つのステップ、自分が得意なこと、自分が好きなこと、そして自分の理想の生活、そしてその大好きでワクワクすることを自分の理想な環境でやるっていうのが実は勝ちパターンなんだっていうことを説明したいと思います。はい、このビジョンプログラムのやることは歴史的な人物たちが結構やってるパターンなんですよね。で、成功パターンっていうか間違いなく勝ちパターン、 It's a winning pattern。 で、どういうことかっていうと、まず最初に、まあ、アメリカの勝ちパターンで勝った人たち、最初はスティーブ・ジョブズについて話したいと思います。 Alright, so, で、本当に面白い、歴史上見て成功している人たちの共通点は本当にこのビジョンの4つのステップだって言えるぐらいなことなんだよね。で、スティーブ・ジョブズが、まあ、前のビデオでも説明したんですけれども、そのクォートで、自分が本当に心の底から満足を得たいなら進む道はただ一つ、自分が素晴らしいと信じる仕事をやる、それしかないというのをスタンフォード大学の卒業式のスピーチでやりましたよね。そう、スティーブ・ジョブズも自分が愛することを絶対それを見つけて、で、それをやりなさいって言ってるんだよね。 Alright, so Steve Jobs, check. Okay, alright, how about Bill Gates? ビル・ゲイツはどう？ちなみにビル・ゲイツはマイクロソフトのファウンダーで、で、今世界一のお金持ちね。この人もまた面白いこと言ってるんですよ。ビル・ゲイツは英語で最初に言うね。 Paul and I, we never thought that we'd make much money out of the whole thing. We just loved writing software.Alright. ポールと僕はそんなにお金は入ってこない、稼げないと思ってたんだよね。ただ単に僕たちはソフトを書くのが大好きで愛してたんだ。ビル・ゲイツも言ってるわけよ。 Alright. まあ、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズは外人だから、じゃあ日本はどうなんだ。ここも面白いんだよ。僕ね、日本で結構大好きな人たち何人かいるんだよね。で、その中にホンダの、 創業者の本田宗一郎さん、彼が大好きなんだ。で、彼はもう鍛冶屋の息子で生まれて、もう鉄触るのが大好きで、マシンを作ったりするのが大好きだったんだよね。で、最初は戦後に自転車にちっちゃいエンジンを乗っけて、その自転車、オート自転車じゃないんだけど、ガソリンとエンジンがついてる自転車で、その次はそのカブって言ったよね、モデルのカブ、スクーター。で、その次に、まあ、ちょっと大きくなって車とか、今はもう本当にロボットとか飛行機も作ってるんだけど、すごい面白いクォート、名言言ったことがあるんだよ。 This is awesome. 本当にこんなこと言ってたのって話。 OK. 嫌いなことを無理してやったって仕方がないだろう。私は不得意なことは一切やらず、得意なことだけをやるようにしている。金を稼ぐよりも時間を稼げ。で、この最後のね、金を稼ぐよりも時間を稼げっていうのは、多分その好きなことをやっている、その時間をやりなす、稼げ、増やせっていうことだと思うんだよね。本当にすごいよね。嫌なことを、嫌いなことを無理してやったって仕方がないだろう。私は不得意なことは一切やらず、得意なことだけをやるようにしているっていう。で、もう一個ね、私はうちの会社のみんなに、自分が幸福になるように働けっていつも言ってるんですよ。会社のためではなく自分のために働け。まさにそうだよね。本当にサラリーマンやってると、自分のためじゃなくて本当に会社のためなんだよね。で、会社の社長のためでもなくて、なんか本当に会社のためみたいな感じで、まあこういうことを言ってました、本田の宗一郎さん。もう一人大好きなのは、パナソニックの松下幸之助さん。彼も結構すごい名言、すごいクォートを言ってるんですよ。彼が言ったのは、働くことはたっといが、その働きに工夫が欲しい、創意が欲しい。額に焦ることを讃えるのもいいが、額に汗のない涼しい姿も讃えるべきであろう。怠けろというのではない、楽をする工夫をしろというのである。楽々と働いて、なお素晴らしい成果が上げられる働き方をお互いにもっと工夫したいというのである。そこから社会の繁栄を生まれてくるであろう。まあ、これはそのまさにワークスタイルなんだよね。その頑張ってね、汗かいてね、サラリーマンみたいに朝から夜まで頑張れっていうのは素晴らしいことだよ。
でももっと楽に働けって、怠けろって言ってるんじゃないよ。その楽々に働くともっといい成果が出るんだろ、出るんでしょって。でそれをお互いに工夫して考えていこうよ。でそうすると社会への繁栄も生まれてくるんだってね、松下幸之助さんが実際に言ってるわけよ。まさにワークスタイルだよね。でもう一つ松下さんが言ってたのは、転職発想で生き抜く。転職、天の職っていう、転職発想で生き抜く。与えられた全てを転職って思って努力するのが一番。現実から目をそらしたら転職は見つからない。いたずらに何回転職しても転職はたどり着けない。転職や趣味と思えない仕事はやめた方がいい。願いはするが無理はしない。努力はしても天命に従う。これが疲れないコツである。でこの本当に愛せること、ワクワクして大好き で心のビジョン、心の中からこれだって思う、もうスティーブ・ジョブズが愛せる仕事っていうこと、松下さんが天の職、天職っていうことで、これをやっていくとやっぱりそのワークスタイルも工夫していく。でそうすると疲れない。でもっといいものが出来上がる。やっぱりこの歴史的な人物を見ると結構これをやっている人が多いっていうことを、まあ、このビデオを通して説明したかったんです。だから単なる、ね、怠けして好きなことやって仕事しないで済むんだっていうことじゃないんだよね。本当に愛せることを手につける、身につけて上手くなっていって、でそれを世界に出していって自分も喜ん でそのサービスを買う人、サービスを与えられた人も喜んで、世間も社会も良くなっていく、そういう生き方をこのビジョンプログラムを通して見つかっていくと思います。 Alright, じゃあ次のビデオで会いましょう。 Thank you so much! Yay!